米女子プロゴルフツアーメジャー第2戦全米女子オープン第3日1日、米ペンシルベニア州ランカスター CC イコール6583ヤードパー70。2021年大会覇者の笹生優花、フリーは3位で出て、4バーディー、3ボギーの69とスコアを1つ伸ばしたものの、通算2アンダーの5位に後退した。首位と3打差で最終日を迎える。 安定したゴルフができてよかった。特に良くも悪くもなかった。民事、リーとのプレーで落ち着きも取り戻せたと振り返った。逆転での大会2勝目がかかる最終日に向けては、特に何か変えることはないと思う。今やっていることをキープして、全米女子オープン最終日を楽しんで、チャンスを作れれば良いなと思うと話し、インタビュー後はパッティンググリーンに向かった。